幅を作らないとね、縦から縦だと、はい、これ跳ね返される確率高いからね。ハーフナを狙った、落ちてきた、シュート、同点ゴール。アディショナルタイムでまたもやリードの開幕戦同様、ハーフナーマイクが決めました。1対1。2018年のリーグ開幕戦、この男が同点ゴールを決めましたが、このルヴァンカップでも決めました。胸でね、落としましたよ。2人に囲まれてるんだけどね、はい、結構ね強い2人なんですけど、持ち味を出しはどうだっていうね